今日はパルコの地下で昼飲み。イケメンの後輩が注いでくれるビールはいつにも増して美味しい。岡永のおでん、出汁が美味しくてマジ好きなんだよな。あ、愛しの紅しょうがちゃん。塩でいくんですか？塩、おしゃれに。私は断然ソースでベチャベチャにする派、ベチャベチャにするというよりももう染める派。ソースと紅生姜の塩分ダブルパンチが最高。それはさておき、これが私の選ぶマイオカナガベストメニュー、豆腐。豆腐がよく出汁を吸っていて、シンプルかつ酒に合う味。いつも南南タウンのオカナガよく行くんやけど、このトッピングカレー初めて見た。パルコだけなんかな。カレーもうまい。あ、そう、カレーうまいよ、ね、なんか海鮮みたいな味するカレーから。あ、普通に、うん、揚げ物いっぱい食べてたらこういうさっぱりしたメニューとかも欲しくなるよね。デザートにはバナナの串カツを言うてみました。あ、なんでかいつもカレーとかチョコ食べるときに白い服着てるのなんなんや。チョコバナナ、チョコバナナや。